ハッシュ関数の戻り値、元データに対して生成された適当な値でっていうことですね。ハッシュ関数から返される値であり、元のデータをあれやこれやして作られた一見すると適当に見える数値と。まず予備知識として関数とハッシュ関数ですね。何かを入れると何かをやって返してくると。いわゆる定数を入れると、まあ、あの何か数値を入れると、まあ、そこに定数があって、なんか数式があるんですよ。なんかあったじゃないですか、中学校に。x イコールなんとかなって。で、この x にこれを代入してくださいして、x を入れると、でそこ の, す、計算式に対して、その y という結果が出てくるというところで大丈夫ですかね。引数、そういうことですね。はい。ここの関数っていうのは、いわゆる数式です。y イコールか。y イコール 3x プラス a とかってなんかね、あったじゃないですか、そんなやつ。でそういうのが入ってると思っていいと思います。で、そこに、その y に何を代入するか。で、その代入すると、そのイコールで答えが出てくるわけですね。y イコール、まあ何でもいいんですけど、y イコール、まあ何でもいいですけど、2x。まあ、一番簡単なやつで1とかってあるじゃないですか。そうするとこの入れるっていうところで x が5ですよとかってあるわけですよ。5で、そうすると y11 になるじゃないですか。でこれ出てくる戻り値、まあこんなことですよね。つまりでここの関数の数値が関数自体が難しいのかどうなのかみたいな、まあこれを言われちゃうとあれですけどね。入力に対する適当な数値を返してくる関数。まあ、こういうことですね。はい。今の俺の説明の方が分かりやすいんじゃないかな、これ。だから、この中身、ここがどんな数値、いわゆる、だから、この関数が何かが分かんないわけですよね、外側からは。